やばいっすよね、人混みがね。うん、普通の朝ラッシュと変わらんぐらい混んでますよ。で、この駅降りたらみんな降りていくんで、人は少ないですね。はい。なんですけど、もうね、そこ並んでますよ、人が。ワールド記念ホール、はい。まあでも、これからもっと人増えますよ。はい、続いて来る電車は北埠頭経由の三宮駅でございます。そちらの電車も乗ってるかな。あ、結構乗ってるね。うん、この左右線のスペースあるんで。はい、北埠頭経由の三宮駅。あ、結構いますね。はい、乗ってます。イベントやってるからね、結構人多いですよ。ロースさん乗ってます。はい、まあ当たり前ですけど、ここは伸び専用の階段なんで、奥のね、階段、このエスカレーターを上りよう。はい、で奥の階段しか降りないんですよ。はい、でポイントがね、今これ三宮島ぐっと回るやつなんで、あのポイント切り替えましたね。はい、扉閉まりまーす。発車ベルなってるやん。それだけ人がスローアウトが集中してるからかな。うん、あ、でも発車できたよ。すごいな、よう無事運転走ってんな。どう撮ろう、こうかな。すげえ感じやん。こうな。で、また5分後に神戸空港行きの電車が来ます。はい、反対からね、電車来ましたね。あれも結構、あれはそうでもないか、でも今日空港から見に来る人ってはいるんじゃないですか。おそらくなんですけど、向こう側から出る人はあれのことって言うんじゃないですか。改札口すごいことになってます。先電車にいたばかりなんで、ものすごいね、人の数が。人の数やばい。出られへん。友人会になってどうでよ。出られへんな、これ。これはすごいですね。人の混雑こんな感じです。やばい。イベントやってると結構混みますよ。うん。電車来ますけど、多分降りると優先なんで、グッ。ガンガン来ますよ。はい、やっぱ結構乗ってるね。うん、やばいっすよこれ。結構の、あの降りてきますわ、あのこの駅。はい、すごいっすね、奥の方結構やっぱ降りてきてます。特に後ろの方がすごいっす。はい、はい、してるかな。この、2番線からというこの青い電車、これ臨時でしたかですかね。ちょっと時刻表見ます。うん、52分なんかないんで、やっぱこれ臨時でしたっすね。これね、これないっすよね。だから臨時でしたですね、こちらの青い電車に関しては。ガラガラなの確定ですね。
この電車は三宮行きです。停車駅は生産科学センター神戸動物王国富岳前、医療センター市民病院前、市民広場、港島、中公園。本日もリモートライナーをご利用くださいましてありがとうございます。車内には優先座席を設けています。優先座席を必要とされるお客様には席をお譲りください。また手荷物の持ち方、置き方は周りの方にご配慮ください。そこ多分ね、はい、リーチ便来ますね、向こうに行ったら倉庫からね、リーチ便来ますね。動物だろう、はい。で、あ、来てるわ、やっぱ、ほら、あの奥が電車来てます。来てますね、あの奥からね。はい、わぁ、需要高いですから、ね、電車も。あれじゃないですか、サムネイルトップナンバー、じゃ、偽トップなんか、あ、01ですけど、偽トップなんみたいな、はい、01なんですけど、これあのトップナンバーではないんです。13がトップナンバーですね。あのロッコライナーとかと同じ感じですね。はい、これは第9編成、定期です。これって何？この後ろかな？臨時です。はい、今これ定期列車ですね、が出て、そら、2020系が出ます。お母さん、あの、入場列車が一応全車で出てるけど、うん、今これ定期列車行きました。で、はい、奥から、するかな、ちょっと待ってください。こんな感じ。はい、臨時でしたか。ちょっと待ってます。
ちょっと奥、ああ、開けて。今こんな感じで、はい。奥の電車は増備車ですね。青い電車と緑の電車が。はい、来ました。あれですね。ライトが LED ですね。ドライブじゃない。青いです。ブルーなんで、横浜の電車に似てる。はい、ここブラインがブルーです。2120なんで増備車でございます。まずは雨、大きい大きい、そこへ、あー、そして寝るな、ね、すっと曲がるやん、135度。あれで筋肉が来ます。まっするか、脈々きますよ。面白いね、脈々きと、青動作のコラボです。なかなか面白い感じですね。脈々きと青動作ってなかなか面白いですよ。かわいいな、ラキャンプ、やっぱここがかわいいな、ラキャンプ。あ、出られそう。こっちはあ、トップナンやね。はい、トップナンです。5000円違うだよ。わあ。抵抗制御、いい音してるな。